ティアラガールの星澤あかねです。東京家政大学の2年生です。今日の天気はすごい晴れです。今私がハマっているものはこれです。フラフープです。最近始めたばっかなんですけど、組み立て式のフラフープを買いました。そしてそれを毎日10分間くらいずつやるようにしているんですけど、すごい体調も良くなったし、なんかダイエット効果も得られるということなので、ずっと続けるようにしています。夜寝る前にやって、それが終わってから寝るっていう習慣が最近ついてきました。皆さんもぜひやってみてください。ゴールデンウィークが明けて1日目です。大変だと思いますが、皆さん頑張ってください。では、いってらっしゃい。